なんかこう八の字を描いてなんかとかっていうようなやつだと思うんですけど、今あれですね、多分あのコロナの影響であれですね。よいしょ。さあ、お参りも済ませましたし、じゃあ天空持って、しましょうか。僕いつもは特に見どころそんなないですから、こっちからねぐるっと向かって、ここね東急亭でしたっけ、ありますよね。であっちを見ましたとかいろいろあったりもしますからね。よっしゃ、天使はいなし、お稲荷さんからね、やっぱ商売ことはお稲荷さんもね参りしとかないといけませんがね。うん、いや、豊川稲荷寄ってきやった話なんですけどね、まあ、それを選んでください。今回はね、ちょっと切符の都合上途中下車できませんからね、そこはご容赦くださいということで、あれ豊川稲荷ってまたちょっとね独特なところですし、またねそれはご案内したところです。そうです、綺麗な石ですね。ということでね、お参りも済ませましたし、さあ戻ってきましょうか。いいですね、こういうね、アーチもいいですし、木も立派ですしね、これちょっとあれで隠れてますけど立派な木もありますよ。さあ、じゃあ本町商店街抜けて駅の方行きますか。言うて荷物も重たいもんでね、どうしても荷物が多くなり気味ですね。まあ今日はスーパーで買い出したらもう今このカバンに詰め込んでますからね。よし、昔はここにもなんか出店がわーっと出たりしとったんですけどね、あのそれこそ書いてある通り糸とかね染め物のね、要は反物がねのあれがあったりとか。いやー、やっぱいいですね、一宮はやっぱ定期的に来ないといけませんからね、よいしょ。でさあ、ここからどうしような、本当やったら、ね、ちょっとお風呂の一つ張りたいところです。ちょっと言うて山の中歩き回ってましたからね、汗かいてますから。ただね、うまいことないんですよね。ちょっとだってポカリの湯に歩いていくにはちょっとしんどいですしね。どうしようかな。さーてと、ずーっと歩いて、まあ一宮はね見てたらね、実は私の調査能力不足であるかもしれませんけど、実はあの四日市民をね拠点活動されてる YouTuber さんって言うてね結構いるんですよね。パッとね思いつくのでね3人ぐらいねパッといるんですね。よっチャンネルさんっていうところと、あのおっチャンネルさんっていうところと、あとスピードキングミエさんってね、いらっしゃいますね。意外とミエはね激戦区なんですよね、四日市で。対してね、あれなんですよ、一宮はね、うちのその、交流のある方で一人ね、名古屋から一宮にかけて撮影されてる方とかいるんですけど、あんまりその YouTube の活動されてるよっていう拠点に活動してるって人見かけないんで、これはね、狙い目かもしれません。言うてね、元一宮市民ですからね、一宮の本町から妙高寺にかけてであったら、あの公園通りから後ろ通りにかけてとかね、ワンチャン繊維町のあたりぐらいまで、あとね、セベだけ強い、セベと中部あたり、中部中のあたりね、そうそうそう、中部中の中中のある、バローと京葉でとかね、あるあたり。はい、あのあたりだけは詳しいですかね、あの辺りだけですけど、うん、まあまあまあ、ただね、一宮に住んどった時は言うてね結構自転車使ってましたんでね。そう、あのね、一宮は本当に自転車でね、暮らすのにねこれほど便利なね街はないっていう断言できるぐらいですから、最初のうちはね歩いて妙高寺に行って妙高寺から乗ってたんですけど、ぶっちゃけその家から一宮のこの駅前の方にねスーッと抜けてくるのも何の苦でもないんですよね。まあ、なんなら街中なんでいくらでも途中店もありますし、本町商店街も通ってこれるしっていうんでね、そうそうそう、だから休みの日に 出かけるときにね
まあ、名古屋に車にで出ることも多かったんですけど、もうとにかくね、電車の便が良すぎる。いや、車の便もいいんですよ。22号でね、ズドンと出るしね。つまり結論から言うと、すっげえ住みやすい街なんですよね、一宮って。正直、もしまた愛知でね、仕事する機会があって、どこで住む、愛知で、拠点に移してやるってなったら、どこに住むって言われたら間違いなく一宮市ですよ。うん、それぐらいね、本当に一宮っていいところ。大垣に行くのも楽やし、大垣行くのも楽やし、羽島にもすぐ行けるし、岐阜にもすぐ行けるし、名古屋にもすぐ行けると。うん、で郊外のスーパーとかでどこがあるのって言ったら、稲沢にいっぱいありますね。テラスウォークとかいろいろ、吉沢もでっかいのあったりしますし。橋本アイスストア、アイス屋さん、へえ、いろいろあるな。新しい店も結構できてますからね。私が来た時はもちろんいろいろ来た時ある店って言ったらいろいろありますけど、まあ、リアルな話をすると、多分宝町商店街で一番使ったことあるのは間違いなくそこのダイソーです。いや、これは一宮市にあるあるでしょ。一宮に住んどって宝町商店街で一番使ったことがあるところって言ったら、やっぱそうでしょ、なりますよね。結局ダイソーなんですよね。ダイソーか隣の水谷商店さんかね。そうそうそう、この辺りになってきますよ。今日ちょっともう野菜も買っちゃってますからね。ごめん、今俺水谷商店って言ったけど三浦商店だよね。すっごくマニアックな、最近の一宮の人だったらもしかしたら知らないかもしれない。昔からのね、一宮の方たちがよう知ってると思いますけど、三浦商店さんって、ここにこのマークありますよね。角になってる末っていうマークね。最近金末さん、一宮って言ったらもう一つ金末さんってね、有名なスーパーがありますけど、あそこが最近いろんなプライベートブランドに、三浦商店さんのところに使っとる、まあこれと同じマーク入ってる商品を見かけると思うんですよ。なんであのマークが入っとんやと思われるかもしれませんけど、実はもともとは一緒の金末なんですよね。金末岩田商店と金末三浦商店とあったんでしたっけ。で、金末岩田商店がそこにあったんですよね。今、ああ、もう建て更新になってますね。ああ、そこで建ってたんですけど、そう。ここに、金末の本町店があって、岩田商店ですね。で、あっちに、金末三浦商店さんってのがあって、同じ、金末さんの、要は、のれん分けっていうか、ね、兄弟分みたいな形だったのかな。っていう形で、金末が2店舗あったっていう状態だったんですって。でそこからこっちの金星がでかくなってて、今おお決まった、今皆さんが知ってる新星とかね、新星とこの辺りだったらどこにあった、西宮、宮西とか宮西新星、住吉はなくなったやろ、一宮市は、北園通りとかね、まあ、だってあちこちにある、金星ね、金星とか、三河だとフェルナね、フェルナになってたということで、実は、もともとはですから、金星も、今ね、赤と青の、パカーってしたマップになってますけど、丸の円をね、ちょっとパカーって開いたようなマップになってますけど、昔は金星のマップだったんで、もともと屋号から、あれが金で、末で金星なんで、そう。ですから最近はその要は、まあ、原点回帰というような感じなんですかね。で、ロゴを使ったブランドをまた復活させてるみたいですね。はい。そうそう。まあ、これはもう一宮市民の方だったら大体知ってると思うんですけど、ワンちゃんもう今の若い子だったら、あそこの本町に金星があったの知らんかもしれませんからね。うん、言うてだって私がもう一宮で働いとった時にはそこにはもうお店は残っとったけどね、営業はしてなかったもんな。だいぶ昔の話ですね。ですからで、ここにも茅葺屋さんがあって、あ、こっちはもう透明な臨時休業になってんだ。厳しいですね。
で、駅前にちょっとシャワーでも浴びれるところがあったらいいんですけど、残念ながらもうないの分かってますんで、そこは期待せずにそのまんま、先に向かっていこうと思います。あれ、でもなんか屋台出てるじゃん。お、なんかすごいいっぱい出てる。え、何やってんだこれ。ちなみにね、左と言うとった、アブリッチョがそこね、あれでアブリッチョって呼びます。この店、もし一の上に飲むのに困ったら、とりあえずここ来とけば間違いないです。ここと裏のドラえもんっていう店があってね、ここはもういいです。とにかくね、店員さんがね元気なのよ。味もね、もちろんいいんですけど、とにかくね店員さん元気だしね。俺ねちょっと感動したのがね、一宮で仕事やっとった後に、一宮から、四日市に戻ったんですよね。で、四日市に戻ってから1年か2年ぐらい経ってから、ちょっとふとね、このアブリッチョ来たんですよ。そしたらね、店員さんがね、金銭の方ですよねって、覚えとってくれたんですよね。あれはちょっと感動しましたね。すげえ。そんなにその、こんだけ言ってますけど、そんな毎日通っとったよとか、そういうわけじゃないんで、本当、2ヶ月に1回ぐらいかな、これでっていうペースやったんでね、ああ、覚えといてくれたんやなっていうのはね、すごく、嬉しかったんで、今でもですからいい思い出になってます。今日はちょっとやってないのかな、ってことなんで、ちょっと、どっちにしろ、この後車の運転しないといけませんからね、あれですけど、そう、当時はね、そう、ここだと、そう、その場合はね、結構ありがたいことにね、結構ね、タクシー代をね、先輩ポンと出してくれたりとかもありましたしね。そうそうそう。結構だから飲むこともあったんですけどね。一回、何回か、近くの東横インかなんか、取って、そこでもうとりあえず寝て、みたいなことをやったこともありましたね。いやいやいや。さあ、一宮戻ってきました。ほんと綺麗になりましたよね、一宮駅。営業体制が変更になってる。あ、一宮もそうなんや。ああ、これ一時的なもんだと思いますけどね。一宮はさすがに無人化することはないと思いますけどね。まあ、今日も、今もさっきより大きい子ですけど、素敵な演奏してますね。で、あ、そう、ここね、このね、ワッフルもね、めっちゃうまいんでね、買ってこうかね、買ってきちゃおうかな。